ジョシア・レノルズによる、肖像画、1759年から1761年、が、第7代、ローダー・レール伯爵、ジェームズ・メートランドは、スコットランド貴族。1747年から1761年までと、1782年から1784年までの二度に、渡って、スコットランド貴族代表議員を務めた。1744年まで、 メートランド死爵の儀礼称号を使用した。第6代、ローダーレール伯爵、チャールズ・メートランドと妻、エリザベスの息子として、1718年1月23日に生まれた。1740年にイギリス陸軍に入隊、1745年に中佐に昇進、以降20年ほど務めた後1765年に辞任した。 1744年7月15日に、父が死去すると、ローダーデール伯爵位を継承、1747年から1761年までと1782年から1784年までの二度に、渡って、スコットランド貴族代表議員を務めた。1747年、スコットランド世襲的司法権廃止法により、サールスタンのレガリティとローダーデールのベレーアリーの 後期と引き換えに1000ポンドの保証を受け取った。1766年から1782年までスコットランド警察協を1780年から1781年までグラスゴー大学の学長を務めた。1789年8月17日にハルトンで死去、息子ジェイムズが爵位を継承した。1749年4月24日、 メアリー・ターナー論文と結婚6男6条を設けた。ありがとうございます。